別にこれといって何も、強いて言えば引き継ぎの準備を進めてるぐらいだが、それよりもお前、もう舞踏会の件は片付いたのか？ああ、その花束持ってるってことはまだパートナーにする人のところに行ってないんですね。それもいいですが、あまり待たせちゃダメですよ。エンジェル隊の皆さんもきっと司令がお誘いに来てくれるのを待っているはずですから。でもいいなあ、私も行きたかったな舞踏会。もちろん誰か素敵な人のエスコート付きで。そんなに行きたきゃ俺の分の招待枠をやるよ。今からルフト巡章に頼めばキャンセルの取り消しぐらいできるだろう。それじゃ意味ないんです。あ？いえ、何でもないです。いいですか副司令。いえ、レスターさん、少しは女の子の気持ちをですね。あら司令さん、いらっしゃ。おや、珍しいね。司令さんがデラックス定食頼むなんて初めてじゃないか。そりゃそうさ、あたしゃ乗組員一人一人の好みを全部覚えてるからね。察するところ、任務を達成できた自分へのお祝いか？え？司令さん、エルシオール降りちまうのかい？寂しくなるね。何言ってんだ？お礼を言うのは私の方だよ。司令さん、あんたも元気でね。そうだ、今までのお礼と選別を兼ねて今日は特盛りにしてあげるよ。いらっしゃいませ。お別れですか？マイヤーズ司令、どこか行かれるんですか？そうでしたか。でも出会いがあれば別れもあります。僕たちの商売もご来店いただいたお客様との一期一会だと思っています。だからいつも通りにお別れするです。はい、いつも笑顔で元気にサービスがうちのモットーですから。司令の新たな門出を祝して、これから転任の日までさよならマイヤーズ司令キャンペーンを実施させていただきます。ありがとうございました。またのご来店をお待ちしてます。あ、マイヤーズ司令、やっとローム政権にたどり着けましたね。よしてください、そんな他人行儀な。そうだ、これから整備班みんなで市街区に遊びに行くんですけど、司令もいかがですか？
継ぎって何？そうだったんですか。まだ何のお礼もしていないのにもういなくなっちゃうんですね。ここまで私たちを率いてくださって本当にありがとうございました。どうかお達者で。はい、お任せください。ああ、マイアズ司令、待っていたわよ。あなたにプレゼントしたいものがあったの。受け取ってもらえるかしら。セーターよ、バニラとお揃いの。白き月を出てからこっち時間の空いた時に少しずつ編んでいたの。なーに、急にセンチになっちゃって。司令らしくもない。どういうこと？そうなの、残念だわ。あなたが司令の間毎日とても楽しかったのに。結果的に選別になっちゃったわね。そのせいか。こちらこそ。元気でね、司令。あなたのことは一生忘れないわ。あなたならどこに行ってもうまくやれるわ。頑張ってね。タクトさん、お疲れ様です。どうしたんですか、タクトさん。急にそんなお別れみたいなこと言うなんて。そうだったんですか。残念ですが。どうかお元気で。僕は宇宙クジラのいるところにいますよ。宇宙クジラのパートナーですから。どうなさったんですか。なるほど、そういうことでしたら宇宙クジラにどなたがいいか聞いてみましょうか。エンジェル隊の皆さんがそれぞれタクトさんにどれくらい信頼を寄せているかを知れば参考になるんじゃありませんか。わかりました。では少々お待ちください。という感じみたいです。もう一度ご覧になりますか。そうですか。またご覧になりたくなったらいつでもどうぞ。で、そうか、もうこれが最後かもしれないんですよね。いえ、お役に立てたのでしたら嬉しいです。はい、今までありがとうございました。
どうぞお入りください。どうされましたか？あら、あなたもバニラに用事？奇遇ね。やあね、さっき医務室であなたにも渡したでしょ。はい、バニラ、約束していたセーターよ。ケイラ先生、昨日やっと出来上がったの。きっとバニラに似合うと思うわ。それとね、同じ毛糸でウニウニ用のベストも作ってみたの。かわいいでしょ。本当に私がいただいていいのですか？もちろんよ。この前セーターを編んであげるって約束したでしょ。はい、嬉しいです。ウギウギも喜ぶと思います。そうですか、光栄です。さて、これで私の用事は済んだわけだけど、タクトさんのご用件は何でしょうか？そうね、バニラ、気を落とさないで。もう二度とマイヤーズ司令に会えなくなるわけじゃないんだし。私でしたら大丈夫です。もう落ち着きました。はい、気を使っていただいて申し訳ありません。タクトかい？どうぞ入っていいよ。どうしたんだいタクト、今なんだったら街に出て散歩でもしてきたらどうだい？読書だよ、エドガー・クインの新作ミステリー。なんか引っかかる言い方だね。私だって小説ぐらい読むさ。後でみんなとドレスを調達しに行く予定だから、その時ついでに新しい小説を買ってくるつもりさ。なんだい神器臭いね。あんたもなんか読んで気分転換したら。じゃあこの本を貸してあげるよ。そうだよ、だから読み終わったらちゃんと返しておくね。いつになってもいいからさ。そう、そのうちいつかね。ああ、持ってきな。買い直したりはしないよ。返してくれるのを待ってるから。ああ、それじゃね。まあ、タクトさん、どうぞお入りください。わざわざお越しいただいて恐縮ですわ。あら、綺麗な花束ですわね。どうなさいましたの？
私は大変光栄ですわ。喜んでお受けいたします。他ならぬタクトさんのお誘いですもの。当日はよろしくお願いいたしますわ。でも少しびっくりしましたが、こんな花束を差し出されるなんて。もうタクトさん、そういう時は嘘でも自分で買ってきたなどというものですわ。まあそういう飾り気のなさはタクトさんらしいですわね。ところでタクトさん、もしお時間がよろしければ、これからファーゴの市街区にお出かけいたしませんか？私がよく利用させていただいているブティックの支店がファーゴにございますの。そこで舞踏会用のドレスを探そうと思いまして。それは楽しみですわ。その支店の近くには、ファーストフードのお店もいろいろありますの。そういうことです。先日タクトさんにご協力していただいたおかげで、事前のチェックも抜かりはありませんわ。はい、それでは参りましょう。もうすぐですわ。事前に連絡を入れてありますから、すでに用意ができていると思います。さあ、ここですわ。ミント様、お待ち申し上げておりました。いつも当系列店をご利用いただき、誠にありがとうございます。いえ、私こそこちらの最新モードのデザインにはいつも感心しておりますわ。まずは採寸からお願いできます。かしこまりました。こちらへどうぞ。そんなことはございませんわ。タクトさんも採寸の間にお買い物をなさってはいかがですか？それがよろしいですわ。当日は皆様方の注目を集めるでしょうから、それにふさわしい格好をなさるべきですもの。はい、お言葉に甘えさせていただきますわ。それでは。とても気に入ったドレスを見つけられましたの。もう配送の手配まで済ませてきましたわ。それは舞踏会当日のお楽しみですが。ご期待くださいませ。ただスタイルがちょっと。いえ、その反対ですわ。1年ぶりにサイズを測ったのですが、身長も3サイズも全く変わっていなかったんですよ。本来ならタクトさんのおっしゃる通り、
少しは成長していいはずですのに、なんだか恥ずかしいですわ。そうでしょうか。面白い論理展開ですわね。でも励ましてくださって嬉しいですわ。それでは念願のファーストフード巡りと参りましょう。もう計画を練ってありますの。まずはクマバーガーでトロピカルフルーツパイと新製品の五目竜田バーガーをいただいて、その後は雷カフェのチキンタコス、それからケンタリアの照り焼きバーガーセットに、もちろんですわ。何しろ今日は特別な日ですもの。何でもありませんわ。さあ早く参りましょう。ありませんか。それにもっと成長するためにはもっと栄養を取らなくては。ほらほら、ぐずぐずしていたらお店が閉まってしまいますわ。今日は一日付き合ってくださるお約束でしょ。やっぱり本物のお店で食べるファーストフードは一味違いますわね。想像以上の美味しさですわ。そうかもしれませんけど、こういう場でいただくということが大事なんです。羨ましいですわ。私が実家におりました頃は父の監視が厳しくて、ですわね、まさに夢心地とはこのことですわ。こんな美味しいものを落としたりするもんですか。タクトさんの召し上がっているエビチリバーガーも美味しそうですわね。じゃあ反対側をちぎって一口いただけます。ソースが効いてますわね。食欲をそそる辛さですわ。ではお返しに私のトロピカルフルーツパイも一口どうぞ。でしたらそのままかじってくださいませ。ええ、構いませんわ。美味しいですか。はい、気になります。実はじゃーん、ペアのマグカップをいただきましたの。タクトさん、よかったら片方もらってくださいませんか。今日という日の記念ですわ。どうか受け取ってくださいませ。ね、そう言っていただけると私も嬉しいですわ。さあ次のお店に参りましょう。
you